き合い魔導やって出てきたの？まあまあ、落ち着いて。いや、この出てき方、に手落ち着ける方がすごいわ。まあとりあえずその話は後にして、12月17日にダイヤ改正があって、いろいろなくなるのよね。なるほどな。ダイヤ改正は必要不可欠だもんな。最近は、例のウイルスで利用者も減ってるだろうし。それで、今回のダイヤ改正は、種別の名称変更もあって、種別すら見れないのもあるのよね。既婚朝ラッシュに走ってるから、朝に見れたダイヤ改正で消えるものと、リクエストにあった阪急の重量、編成集も含めて、やっていこうと思うよ。京都線と宝塚線は重量、編成がなくなるからちょうどいいしね。あ、増結シーンとか、休日のみ見れるのはないから、その辺注意だぜ。いや、何そのワープみたいな出方。うるさいなぁ。はい、ということで、阪急重曹駅に来たよ。ここで朝ラッシュに見れる、ダイヤ改正で消えるものを見ていくわよ。いや、まだ朝6時なのに、大阪府内入ってこれる鉄道、すごすぎるだろ。みんなお気持ちいいきたー。いや、なぜに旧社名。いや、なんで旧社名知ってんの？なんとなくだぜ。何かで覚えたが忘れてった。向こうからは、フル点灯が来たということは、準特急に変わる快速急行ね。てか、フルマルーンかよ。しかも快速急行。フルマルーンのおじいちゃんが、ぶっ飛ばすギャップ萌え。なんなら改正後は特急を名乗るから、赤種別のフルマルーンが、復活するのよね。何年も走ってる車両が、ぶっ飛ばしてるのは、いわゆるエモいってやつか。向こうからは、ダイヤ改正で、停車駅に西京極が追加されて、急行に変わる快速ね。1本目だから、9300系固定のはずよ。快速は神戸では見れないから、貴重な存在だったのに消えるのは、悲しいんだぜ。ちなみに、さっきの快速は、大阪梅田に着いたら、折り返し快速急行になるよ。2本目の快速も、9300系か。この編成は、もみじのヘッドマークを検出してるね。この車両はなんかピカピカだな。定期検査が終わってまだ、そんなに経ってないんやね。そして向こうからは朝に1本、夜に数本走ってる、神戸線の快速急行ね。朝はこの1本だけだからかなり、貴重な存在よ。改正後は京都線と、同じく準特急になるわ。神戸でも、準特急が見れるのは見に行きやすっていいんだぜ。お、8300系、唯一のシングルアームパンタグラフの8315じゃない。快速急行入ってたにゃ。てか、7301とまた、レアなやつに邪魔されましたな。おお、ついに柵が開きましたな。開いたらなんかあるのかぜ？重量、編成運転開始の合図よ。なるほどな。重量、編成が運転される朝のみ、柵が開くから、いつもより奥で撮ることができるんだ。こりゃ鉄道ファン喜びますよ。さあ、ついに来ましたよ、固定10連。ちなみに、主は、2018年の蘇生しか覚えてないので後ろ何か知りません。終わってんな。阪急固定終了。一応ダイヤ改正後も、神戸線の通勤特急のみ、重量、編成は残ることにはなってるよ。神戸線の通勤特急に関しては、ダイヤ改正を生き抜いたんだな。あ、後ろは、魔改造の707だったか。前、動画にした朝ラッシュウォッチング第3回の撮影時の3月と同じ蘇生のままか。いや、今度は京都の魔改造かよ。てか、快速急行運用に入ってたにゃ。今日の京都線の快速急行は、バラエティに満ち溢れてるんだぜ。宝塚線の固定、10連も来たね。前は7033ね。後ろは6013。てか、今年の初めに日中運用に戻ってたけどまた固定化されたんやね。あ、宝塚の10連はダイヤ改正で消えるよ。あら、奥には神戸線の固定2本目ね。前は7036ね。後ろは7004か。2018年は7005やったけど、今7005は7090と今津線におるね。これも3月と蘇生変わってないね。そんなしょっちゅう蘇生変わるものなのかぜ？検査などでパートナーがいない時とかね。8303も快速急行に入ってたのか。ほんと今日の京都線、快速急行は個性豊かね。お、ダイヤ改正のステッカー貼ってる1300ね。そっか。
前線でダイヤ改正するから、ステッカー貼ってるの神戸線だけじゃないのか。宝塚線の固定2本目は7032ね。後ろは6005か。6005は前面の膜が大きくなってるのよね。アイボリー塗装では唯一よ。神戸線の固定3本目は6016か。ってことは、後ろはトップナンバーの7000なのかな。あれ、7010ってことは、7000は検査でいないのか。さっき言ってた蘇生が違うやつね。いつもと違うのが入ってると、テンション下がる人と上がる人、どっちもいそうだな。5300の快速急行が戻ってきたよ。番号見る限り真っ暗の中見たやつと同じやね。明るい方が車両が見やすってエモさが伝わってくるんだぜ。神戸線の固定4本目が来たけど、宝塚線の固定3本目はまだ来てないよ。遅れてますね。前は7037ということは後ろは7002ですね。7037と7002の番号の差にギャップを感じますね。ちょっと何言ってるかわからない。遅れて宝塚の固定3本目が来たよ。8034と6006ね。6006も6005と同様前面膜大きめよ。アイボリー塗装ありなのはこの2編成しかいないのよね。神戸三宮で凍結してやってきた10連特急ね。ダイヤ改正で消えるよ。だからこの凍結編成の8200系がダイヤ改正でどうなるか気になるところだけど、おそらく固定10連に入って7000を追い出して、追い出された7000の2両を2つ繋いだ4両で支線に入れるんじゃないかと。8200が支線に入ることはないのかぜ。全然ありえる話ではあるよ。てかこれ後ろ9000系やん。個人的当たりね。京都線の快速急行は3本10両があって、そのうち最後の1本は京都河原町で凍結するよ。3本は神戸線の10連特急と同じ本数ね。てかかぶるなし。神戸線の固定ラスト5本目は8032、あ、7030がいないから後ろは7009か。奥からも宝塚の固定4本目が来てるね。宝塚のやつもこれで全種類やね。8030と6007。宝塚の固定は消えるって言ってたし、見るのはこれで最後になりそうだな。動画外で何回か見るんですけどね。みたいだな。またこのミッフィーってやつは、撮りたいのを邪魔してくるんですよ。てか、8302が1本目の10連快速急行入ってたんや。これこれ。この表示も種別と同時に見納めになるのよ。手の背伝に邪魔されたし。2本目の10連特急が来たね。神戸線の10連特急はすべて神戸三宮で凍結してるのよね。目と目が合う瞬間好きだと気づいた。やっぱ本数多いところ来たら特難遭遇率高くなるよな。これでも 7000F は走ってないの決まってるから少ない方なのかびっくりよね。目と目が合う瞬間好きだと気づいた。いや、8200と9000のトップ9同士の並結だったのかよ。しかも個人的当たりの組み合わせ2本目やし、最後の最後に阪急にいいものを見せてもらったじゃねえか。そうね。いや、何この走行感覚。京急の言っとけかよ。10連快速急行2本目は7302と7305ね。今回はあまり面白みがある編成とは言えなかったわね。3本目の10連快速急行は河原町造結だから1回見たやつだし、すごい編成はほぼ確実ね。そして見れなくなるこの車両は桂までで掃除。いや邪魔。8200は2本なのに対し10連特急は3本あるから、そのうち1本は8033が担当してたよ。8200見た後だと外れ感半端ないけど。ちなみに GTO の音も8200とは若干違うよ。それも外れ要素の一つね。まあ GTO って考えると当たりな部類やけど。 GTO って何なのかぜ。 VVVF 車両のモーター音の種類やね。後ろは7012で面白くなかったね。テンション上がったり下がったり激しいなお前。3本目の10連快速急行、これで朝ダッシュに見れるダイヤ改正で消えるものは以上になるわね。
後ろは8315だったか。シングルアームパンタよ。消えるのは悲しいが新しい一種別も生まれるし、またいつか来たいんだぜ。それじゃあ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。We'll be right back.